ヨダイ。おう。あ、マジマさん、いらっしゃい。お邪魔すんで。いや、それにしても暑いな。まだ4月やっちゅうのになんやねんな、この暑さは。なんや、30度もあるらしいわ。ほんま、この国はぶっ壊れとんのとちゃうか。この国っちゅうよりもこの世界やろ。これがいわゆる環境破壊っちゅやっちゃ。お、自分ちょっと頭良さそうやん。当たり前や。オゾンがどうこう言うてたわ。誰がや。うちの親父が。はっ、島の藩が。なんや、世の中の流行は環境問題らしいで。これからうちらの業界も環境に気ぃ使わんといかんらしい。はぁ、アホらしい。おれ。うわぁ、スイカや。せや、こないに暑い日にはちょうどええ思ってな。へぇ、春先でもこないに立派なの売ってるもんなんやね。ま、ちょっと高かったけど。せやけど、しばらくの間こないなもん食えんようになるやろし、前祝いみたいなもんや。ちょ、前祝い？おう、安子、せっかく兄弟が来てんねん。ちょっとビールでも買うてこいや。はいはい、行ってきます。あ、なんかつまみもいる？お、おう、頼むわ。わかった。なんや、安子ちゃん知らんのか。当たり前や。明日人殺しに行きますなんて言えるわけないやろ。他にも言い方あるやろ。俺ら二人明日から長いお勤めや。最後の別れくらいちゃんとしとった方がええで。いらん、そんなもん。縁起でもない。おい、それより例のあれ持ってきたんやろな。ああ。まがいもんは一切なし。堂島組経由で仕入れた正真正銘の本物や。拳銃は全部で6丁。1丁につき6発撃てるとして36発は発射できる。36発か。相手は上野義春とその場にいる清和会の連中全員。何人くらいになりそうや。10人弱ってとこやろな。せやったら一人頭に 3,4 発使えるっちゅうことやな。十分な数や。なあ兄弟。逃げ出すなら今のうちだ。2対10、奇襲とはいえ圧倒的に不利な戦いだ。それにたとえ成功したとしても短くて10年、下手すりゃ無期懲、いや死刑だってあり得る。俺は天涯孤独の身だ。島野の親父を親父と呼ぶようになってから覚悟はできてる。でもお前には安子ちゃんがいる。冴島、お前本当に安子ちゃんを残したままでいいのか。兄弟、関西弁忘れとるで。あ？お前、人が真剣に喋ってる時に。俺は覚悟できとるよ。
俺もお前と同じや。些細の親父のためやったら何でもやる。それに。それに？試してみたいんや。冴島大河っちゅう男がこの登場会でどこまで登れるのかをな。冴島。何しとるんじゃ巨大。くそ。あ、俺や。笹井組の冴島や。今真島と待ち合わせの時間なんやけど、あいつ来えへんね。ああ、そうや。ちょっとそっちで。来よった。ああ、もうええ。昼で。なんや。10人以上おるやないか。この人だけは
守らなきゃならないんだ。これも親父が天下取るため。上野さん、堪忍や。助けて。降りろ。冴島大河だな。本日現時刻をもってお前を東京刑務所から沖縄第二刑務所へと移送する。今日からここがお前の棒だ。入れ。手錠出せ。食事は17時。それ以外の細かな規則に関しては渡した書類に書いてある。ここは普通の刑務所とは訳が違う。死刑が執行されるまで少しでも長く生きたいなら、せいぜい目立たないようにするんだな。
あんた本当に冴島なのか。本当にあの冴島大河なのかって聞いてんだよ。せやったらなんやね。神様ってやつは本当にいるんだな。どうやら俺らにも運が回ってきたみてえだ。俺らが誰か分かってるよな。上の清和だよ。あんたに25年前殺された上野清和会の若衆の子分だよ。あんたに親を取られてから20数年、この日が来るのをずっと待ってたぜ。親取られた返しっちゅうわけか。そんな簡単なもんじゃねえ。俺らの人生をめちゃくちゃにしてくれたあんたへの復讐だ。あんたに死刑は必要ねえ。きっちり俺らの手でぶっ殺してやるだ。